こんにちは、そして私のチャンネルへようこそ。ここでは毎日、神の創造の美しさと素晴らしさを探求しています。今日はイノシシの魅惑的な世界に飛び込み、この驚くべき生き物から学ぶことがたくさんある。イノシシは群れで生活する傾向があり、生存のために互いに頼り合っている。このイノシシのように、私たちの人生においても、家族の強い絆と支え合う共同体の重要性が再認識される。聖書には、家族や地域社会を愛し、支えることが勧められている。互いに重荷を負い合い、そうしてキリストの律法を全うしなさい。ガラテヤ6章2節。イノシシは優れた採食動物であり、自然環境の中で糧を見つけることに長けている。ささやかな資源で繁栄する彼らの能力は、臨機応変さと満足感を私たちに教えてくれる。私たちは常に多くのものを求めるのではなく、今あるものに満足を見出し、人生の単純な恵みに感謝することを学ぶことができる。しかし、満足を伴う経験さは大きな徳である。1テモテ6章6節。イノシシは特に休息している間、その環境の保護に対する信頼の模範を示している。これらの動物は明らかに心配することなく、周囲が安全で安全であることを信頼して安らかに横たわっている。彼らの信頼は安全と糧を得るために本能的に生息地に依存していることの証である。私たち自身の人生においても、しばしば不安や恐怖、あるいは弱さに直面することがある。そのような時、私たちはイノシシの環境への信頼から学び、それを神との関係に応用することができる。イノシシが周囲の環境を信頼するように、私たちも神の守りを信頼し、神の臨在に安らぎを見出すよう励まされる。主よ、あなただけが私を安らかに住まわせてくださるからです。詩篇4編8節。詩篇のこの深い一節は、神の保護を信頼することの本質を捉えている。私たちが神に信頼するとき、神が私たちの究極的な安全と安心の源であることを知っているので、安心して休むことができるという考えが反映されている。神が私たちを見守ってくださり、人生の嵐からの避難所を与えてくださるということを思い出させてくれる。神の守りを信頼するということは、困難の時に神が私たちの拠り所となってくださるという信仰を持つことである。イノシシがその生息地の安全を信頼するように、私たちも神が人生の嵐から私たちを守ってくださると信頼することができる。この信頼は物理的な安全だけでなく、私たちの感情的、霊的な幸福をも包含している。神の守りを信頼するということは、人生において困難や問題に直面しないということではない。神が私たちと共にいて、その道を導き守ってくださるという確信を持って、それらの困難を乗り越えることができるということなのだ。それはたとえ逆境の中にあっても、平安と安らぎを見出すことができる信頼である。イノシシは困難に直面した時の驚異的な忍耐力と回復力で有名である。イノシシは自然の生息地で餌を見つけることから密林を通り抜けること、さらには肉食動物に対処することまで数多くの障害に直面している。しかし彼らはこれらの困難を粘り強く克服し、生存の追求を決して諦めない。私たちの人生においても、乗り越えられないと感じるような様々な障害や試練に遭遇することがある。そんな時こそ、イノシシの揺るぎない決意からインスピレーションを得ることができる。聖書は、善を行うことに疲れないようにと私たちを励まし、やがて私たちの努力が祝福と報酬という収穫をもたらすことを保証している。諦めなければ叱るべき時に収穫を得ることができるからです。ガラテヤ6章9節。忍耐力とは、
困難な状況にあっても献身と努力を維持することであり、回復力とは挫折から立ち直り前進し続ける能力のことである。どちらの資質も個人の成長と霊的成熟に不可欠である。逆境に直面した時、イノシシが生存本能に力を見出すように、私たちは神の約束と神の臨在に力を見出すことができる。最後に、イノシシはその行動や周囲との相互作用において謙虚さと適応性という驚くべき性質を示す。この生き物はしばしば変化する環境や状況に容易に適応する。密林の中を進むにせよ、新たな食料源を見つけるにせよ、イノシシは謙虚な姿勢を示し、必要に応じて適応する。私たち自身の人生においても、イノシシからの教訓は、謙虚さと適応力を不可欠な美徳として培うよう私たちを鼓舞してくれる。謙虚さとは、自分の限界を認識し、学習と変化を受け入れることである。適応力とは、新しい状況に適応し変化を潔く受け入れる能力のことである。しすべきものよ、主はあなたに良いことを示された。主はあなたに何を求めておられるのか。正しく行い、憐れみを愛し、あなた方の神と謙虚に歩むことである。御箇所6章8節。イノシシから得たこれらの教訓を振り返り、提供された聖書の文章と結びつけることで、私たちは霊的成長と日常生活の指針となる深い洞察を得ることができる。このビデオを楽しみ、何か新しいことを学んでいただければ幸いです。神の創造の美しさと素晴らしさについて、より多くのコンテンツをお楽しみいただくために、いいね、購読、シェアをお忘れなく。イノシシから私たちが学べる教訓や、どの動物について話してほしいか教えてください。ご視聴ありがとうございました。